ねずこ？あれ？ねずこ？いない。いた。はい、連れて行ってください。かわいい。マリアージュ。まずうどんを食べるならその竹を外せ。なんだその竹は。箸を持て箸を。入る。ここにカゴ。ねずこ、山では俺を守ってくれてありがとう。かっこいいわ。ほわほわ。マリアージ。人が多すぎる。ああ、あいつネズコちゃん持ってった。ネズコ。なめるんじゃねえ。小さく、ねずこ、小さくなれ。かけうどんください。あ、あ、よ、おお、えらいえらい、いい子だねずこ、すごいぞ。私が言いたかった。ねずこちゃん、ねずこちゃん。この子は私が鬼にしました。え、あなたがですか？でも、え、おかわわわわ。善逸、いい加減にしないか。んちろう。しかも仕込めだ。仕込め？いい子身分じゃない。200年以上かかって鬼にできたのは湯城ただ一人ですから。仕込め？見にくいってことか。誰が？ねずこ、いい子身分じゃない。なべきよ、炭治郎。善逸、頼むからくっついてこないでくれ。あ、ねずこ、行儀悪いぞ。構いませんよ、楽にしてください。いい子身分じゃない。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べる必要があります。あなたにお願いしたいことは2つ。ほわほわ。ねずこさんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら。お前
ぜ、善逸？お前、俺の流した血を返せよ！サッケッセイ！殺隊は舐めるんじゃねえ！かっこいいわ。小さく。